趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらはディベティカのダウンコートでございます。ディベティカになります。お客様が気になっているのはこちらの袖の黒ずみです。こんな感じでございます。あとはこういうちっちゃいシミとか細かく見ていくとですね、ここにもシミがあったりするんですけども、着用に伴う自然な変化として袖とかこういう顎が当たる部分とかをきれいにする作業をして、一緒にですねそのシミも取れるようなちょっと工夫をしてみたいなというふうに思います。ちょっとダウンはですね部分的なシミ抜きがちょっとしにくいなというところがあるので、前処理をさせていただきながらきれいにしていきたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ディベティカのダウンコート仕上がり具合を見ていきたいと思います。こちらはですね、ダブルクリーニングと言いまして、ドライとウェット2度の全体処理をさせていただいております。順序は先にドライクリーニングをして次にウェットクリーニングの順番でございます。ダウンですから必ず機械力をかけて洗うわけなんですけど、洗う時もそして乾燥する時も機械力をかけております。汚れ具合としましては、着用に伴う変化として襟とか顎とか、それから袖のところお客様気になるというふうにおっしゃっていたんですが、相当きれいになりまして、もうシミはゼロです。まずは襟から見ていきたいと思うんですが、フードのところそして顎が当たるところに黒ずみがあったんですけども、全く色の段差はなくなっております。そして袖です。袖の黒ずみもきれいになっております。とこちらです。全く問題ないです。あとところどころポツポツと小さい色の段差シミがあったんですけど、それらもですね検品したんですが、きれいになっております。裾のところにもねちょっとシミがあったんですけど、それもきれいになっております。非常に人気のあるブランドで、フードにはファーがつく仕様になっております。これで綺麗で清潔な状態でですね、今年の冬も快適に来ていただけるんではないかなと思います。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。